こんにちは、速稼塾の久保です。そしてですね、旭ヶ丘町内会会長の久保でございます。私のね、隠居 TV っていうのは、隠居するとどんな景色が見えるのかっていうテーマでお届けしている、まあ、雑誌なんですよね。まあ、吉谷さんがある34マガジンっていうすごくいいコンセプトで、雑誌ってのはまあいろんなコーナーがあって、いろんな特集がありますよね。本当にそれこそ一つ一つの動画にメインになるものがあって、サブになるものがあってって形で雑誌っていうのはできてると思うんですよね。うん、例えばね、このね、昭和40年男っていう雑誌があるんですけども、これはまあこれ表紙に味平ね、料理人味平が出てますけども、じゃあ一冊全部味平かっていったらそうでもなくって、やっぱ特集が何かあって、それから小さなコーナーがいっぱいあってってことでね、たくさん楽しめて、その中で自分が興味があるものを一箇所1ページもう本当にワンフレーズだけのためにこの一冊を買うみたいな形で売れていくと思うんですよ。もちろんね、自分に興味があるものが複数ある場合はすごく楽しめるっていうコストパフォーマンスがいい雑誌ってことになると思いますけどね。まあ私は昭和47年生まれなんで、この雑誌どこを切ってもお得だなと思ってるんで定期購読しました。これ最新号なんですよ。ちなみにバックナンバーも全て取るつもりでございます。当然ですけども YouTube チャンネルもこれ開きますからね。ということでね、町内会の話がちょっとずれてきたんですけども、実は私の速稼塾、町内会の動画から速稼塾に入ってきてくださった方もいるんですよ。それはですね、ちょっと地方のね、東北の町内会長さんでいらっしゃいまして、町内会長の活動をするときに、やっぱインターネットで調べたらしいんですけども、町内会長ということで YouTube を出してる人があんまりいなくって、私の、旭ヶ丘町内会っていう動画をね、見てくださったみたいなんですよ。私の町内会の動画って20とか30ぐらいしか再生数ないんで、非常に見てる方少ないんですけども、そのうちの一人ということになります。その方がまずはね、私の町内会の活動を参考にしてくださったところがあったんですけども、それから別のコーナーとかカテゴリーも扱ってるのを見て、この人は一体何をやってんだって興味を持ってですね、町内会長だったらとにかく毎日のように町内の仕事があって忙しい、自分の生活もある、自分の仕事もある、その中で切り盛りするのがものすごく大変なのに、なんでこの人はね、毎日毎日 YouTube をボン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 アップして、町内会活動もやってね、なんかすごく暇そうに見えるということで興味を持ってくださったらしいんですけども、その通り、私暇なんですよ。でなんで暇なのかっていうと、やっぱりね、今までずっとアフィリエイトにしても転売にしても、現在でしたら FX にしてもね、ネットワークビジネスにしても利権ビジネスにしても、ずっとビジネスってものを手に入れて、自分のビジネスと引き換えに自由な時間っていうのをどんどんこう交換してるからこそできるわけなんですよね。その方もね、やっぱ速稼塾入って、自分がお仕事で勤めてらっしゃる、それで帰ってきても持ち帰りの仕事があったり、帰ってきても仕事の関係者からすごく連絡があって、職場にすごく拘束されてるらしいんですよね。まあ、これは多くの人がそうだと思いますけどもね。今でしたら安倍総理がね、147日間連続で働いたらどうだみたいなことを麻生総理が言ってましたけども、そんなんね、別に当たり前のようにみんな147日どころかね、何年も無給で働いてるわけですよ。世の中にいる株式会社の社長、中小企業の社長を見てください。全員ね、休みなんて一回も取ってないですよ。そんなね、自慢するようなことじゃないですよ、安倍総理が忙しいなんて。当たり前のことだと思うんですよ。特に公務でしょ、公務で世界中を相手にしてるわけですよ。国内の全部のジャンル、神羅万象を相手にしてるわけですよ。神羅万象っていうのも安倍総理が言ってましたけどね。そしたら休んでる暇なんてないですよね。病院に行ったって話題になるわけですから。でね、その町内会の活動を放送してれば、そこからもやっぱりアクセスが来て、そこからの売り上げも立つってことなんですよ。で、私はね、町内会活動のことをちょっと言いますと、町内会のホームページを作って、そこに広告を貼って、町内会費をその広告から賄おうと思ってるんですよね。これは不可能な話じゃないと思います。そして町内会活動のホームページを公開する中で、その町内会の中にもね、会社の経営者さんとかいらっしゃるわけなんですよ。まあ経営者じゃなくても会社にお勤めになっている方いると思います。例えば介護施設にね、通ってるパートさんがいて、人が足りないねって時には、町内会でじゃあここどこそこのグループホームに人手が足りないんで仕事をしませんかっていうことを私が紹介してもいいわけですよね。ということで仲介業ができるわけですよ。だから町内会のホームページって結構ね、儲かるんですよ。なんかこれをね、多くの方は気づいてないんで、私がね、まあ、先陣を切って町内会活動は儲かるよってことをどんどん紹介していこうかなと思いますよね。当然町内会の YouTube もこう独立したチャンネルにそのうちなればですね、別チャンネル作って、そこで町内会一本でやっていくっていう形取れば、そこからのアクセスによる売上収益も見込めるでしょうね。というのが、町内会っていうのはこれからね、どんどん形を変えていくと思うんですよ。昔の高度経済成長で、子供がどんどん増えるみたいな時にできた町内会と、それから少子高齢化でこれからね、
古い世代を支える若者がいなくなってくるっていうことを前提に作られた町内会と当然違った組織になると思います。私はその違った組織を10年後20年後のために、まあ、構築するためにね、まあ、今この職に就いてるわけなんですけども、まあね、抵抗勢力多いですね旧世代からの抵抗勢力は抜群に多いです。でもまあやっていけないことはないと思いますんでね、面白くなっていくんじゃないかなと思います。さあそれでね、今日の動画のまとめですけども、結局ね、何をやってもこうやってアウトプットすれば収入になるんですよ。それだけです。アウトプットしなければどんなに素晴らしい才能を持っていた人でも1円も稼げません。ですので自分の得意分野じゃないところに仕事に行って、そこで、まあ、発給もらうしかないってことになるんですよ。そういうふうなことを感じてらっしゃるんじゃないですか。ということでございまして、今回は以上です。いってらっしゃい。